いただきまして誠にありがとうございます。いらっしゃいませ。名古屋三三郎一座座長の三三郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ニンニンジャーです。どうもニンニンジャーの新メンバー。この間海外の方が、ね、見えた時に歌舞伎やりますって言ったら、お忍者お忍者って、忍者じゃないんですよって言っても大体分かってもらえませんけれどもね。歌舞伎、忍者、侍は全て同じくくりだそうです。今日はね、私も忍忍者として参加させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ごめんね、違うよ、忍忍者じゃねえよ、ごめんね。はい、本日は10月の2日、10月の第1日曜日でございます。この辺同時商店街はですね、第1日曜日には、表に歩いてきた方はね、ご存知かと思います。ご縁市っていうね、市が開催されるんです。毎月第1日曜日だけこうやってね、ガーガーと朝から盛り上がってね、そこの松葉さんって喫茶店の前では快適なステージで、アイドルの子たちがね、歌ったり踊ったり、今高校生の子たちが踊ってましたけども、そういうのがね、毎月毎月1回あるんですよ。今日もね、たくさんの人が賑わうこの江戸路商店街でございますけれども、まあね、第1日曜日、第1土日はね、江戸路商店街着物日和と言いまして、着物でこの江戸路商店街いろんな店舗でね、行くといろんなサービスが受けられますよっていうのがあるんですよ。着物日和、毎月第1土日、例えばどっかの喫茶店行くと何パーセント割引とかね、なんかの商品プレゼントとか、もちろん当店にもございます。毎月第1土日にはこのステージに上がっていただいて、演目の中に出てくる大きな蛇に頭を噛まれて写真が撮れるっていうのがありますので、ね、またぜひ来月、再来月も、第1日土日にはですね、そういった特典が受けられますので、ぜひ江戸路商店街着物で、お越しいただけるといいなと思います。今日は、10月の2日でございます。10月も始まったばかり、今日もたくさんの方に来ていただきまして誠にありがとうございます。これからですね、私が、少しこの名古屋座の楽しみ方というのをお話しさせていただきますので、どうぞお付き合いください。ちなみに今日初めて来たよという方いらっしゃいますか？ありがとうございます、ありがとうございます。あそこはね、一人で二人分あげてくださってありがとうございます。この名古屋座はですね、カフェでございますので飲食自由です。なので、江戸路商店街でテイクアウトメニューですね、いろんなものございます。それ買って持ち込んでもらって大丈夫ですので、ぜひですね、なんか食べながら、飲み物はそちらでドリンクカウンターありますので、あちらご利用いただいて、追加ドリンクももちろん、購入できますので、食べながら飲みながら楽しんでいただければなと思いますので、どうぞお好きなように楽しんでください。ここ普通の劇場じゃないんです。カフェなので、まあ、ゆったりと別に喋っていただいても大丈夫ですよ、演目中にね。好きなように、空いてる座布団は全然使ってもらって大丈夫なので、もしね、ここから先ドーッと100人ぐらい入ってきたらちょっと詰めてもらうかもしれませんけど、あんまりそういうことないので、大丈夫、ゆったり過ごしていただければ大丈夫です。ちなみに今日、来ていただいた中で、テレビ見てきたよっていう方いらっしゃいますか？ありがとうございます、ありがとうございます。ちょうど昨日ね、昨日だっけ、花坂タイムズさんっていうのでね、出させていただきまして、それ以外にもね、ちょこちょこ中京テレビとか東海テレビさんとかいろんなところでね、出させていただいておりまして、今日こんなにたくさんね、テレビ見て来てくださったので、ちゃんとテレビ局の人にお礼言っときますね、ありがとうございましたって。やっぱりね、テレビ見て来てくださる方っていうのはたくさんいらっしゃるんですけれども、映像でね、バッと見た感じでね、楽しそうだなと思って来てくださったと思います。もちろんですね、映像でも楽しいんですが、実際に生で目の前で見てみるとですね、非常に大迫力のものとなっております。もしですよ、今日初めて来て、えらい目に遭いたいよっていう人はですね、できるだけ前の方へ来ていただくと、後ろの方はね、舞台全体が見れていいんですけど、前の方に来ていただけると、この名古屋座の特徴である、えらい目に遭いますよというね、舞台上からわーって物が飛んでたりね、舞台からわーって物を飛ばしたりね、っていうのがより一層楽しめますので、ぜひですよ、いいです、お好きなように席移動していただいて大丈夫ですので、見やすい、見たいなと思う位置からどうぞ。もう一番前はね、大変なことになるから、ちゃんとそのアクリルの盾をしっかりと構えておいてね、透明なのはね、ちゃんとこう守りながら見れるようにね、してありますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、ではね、早速ちょこっとだけお話しさせていただきます。まずお手元に今これぐらいの白い小さい塊があるかと思います。
ご入場の時にですね、1人3つずつお渡ししております。そちらはですね、この名古屋座のおひねりでございます。おひねりって何かご存知ですか？あの小銭をね、小さい紙にキュッと振るんで、あの役者がね、バッと舞台で決まった時にこうよっつってこうバラバラっとね、舞台に向かって投げるんですよ。あのそれがね、本当に現金を直接投げる、それが直接役者の収入になるっていうね、そのぐらいの、 あの日本の芸能文化には昔からそういうものがあるんです。ただ、今普通の劇場でね、おひねりを役者さんに向かって投げると怒られちゃうんですよ。舞台に向かって物を投げないでくださいってすぐつまみ出されちゃいますので、普通の劇場でやっちゃダメですよ。まあ、ここは名古屋座では好きなように投げていただきたいと思います。このおひねりね、本当は小銭なんですよ。小銭500円玉とか100円玉とかね。ただ、この距離でやるんだよね。この距離でやりますので、本当に例えば小銭をね、500円玉とかババって投げると危ないんですよ。俺らに当たっちゃうと痛いし、もちろんね、あの前のお客さんがね、大体後頭部にバチバチバチって当たりますので、ここでは当たっても痛くないものをご用意いたしました。中身はね、金属じゃなくて秘密の素材の木というものが入っています。はい、これ開けちゃダメだよ。開けてもあの木しか入ってないからね。開けてもアメちゃんでもなんでもないからね。ダメだよ、開けちゃ。はい、それをですね、ぜひバババッと投げてください。あの役者に当ててももちろん構いません。ということで、あの前のお客さん、大体後ろにから飛んでくるように当たりますので気をつけてくださいね。大丈夫、そんな痛くないからね。はい、ぜひそちらを投げてください。ただですね、3つしかないんですよ。おひねり3つしか。もしですよ、演劇をやってる演目の最中に3回以上投げたくなる場合があるかもしれません。足りなくなっちゃったよという方はですね、あちらをご覧ください。ガチャガチャがありますね。あのガチャガチャ、この名古屋座独自のシステム、日本初でございます。多分世界中探してもここにしかないんじゃないかな。おひねりガチャというガチャガチャでございまして、あのガチャガチャを1回500円でガチャっと回していただきますと、中から黄金のおひねりが2つ、おまけで缶バッジが1つ入ってます。それをね、あのガチャっと回していただいて、手に入れた黄金のおひねりを、ぜひ追加で投げてください。もちろんですよ、あのガチャガチャ回していただいた500円、そのまま役者に還元されます。我々の収入はあれだけでございますので、ぜひですね、応援したい役者、面白かったな、楽しかったなと、いうお気持ちがございましたら、あちらのガチャガチャを回していただければなと思います。あのガチャガチャはですね、役者それぞれで分かれております。左上から私300のガチャでございます。右に行きますと、うちの2枚目三之助のガチャ、左下に行って、うちの3枚目三平太のガチャ、右下に行きますと、この名古屋歌舞伎にご協力くださってますリアクトというアクション団体の方がいます。そのアクション団体の方々のガチャ、この4種類ございますので、もし応援したいなと思ったところにはですね、ぜひガチャガチャ回していただければなと思います。本当にね、あの今晩のおかずが一品増えるか減るかがリアルに変わってまいりますので、ぜひ我々もそれを、いただきに値する芸を披露いたしますので、どうぞよろしくお願いいたしますということですが、ただですよ、そのおひねり投げてくださいとは言いましたけれども、ただただ無言で投げるだけでは非常に寂しいんですね。試しに一回君、ちょっと俺に一個だけ投げてみて。悲しくなっちゃうでしょ。悲しくなっちゃうでしょ。ありがとうね。ありがとうね。はい。ただ無言で投げてしまうと、今のような非常に悲しい時間が流れます。なので、おひねりを投げていただく際に、もう一つやっていただきたいことがあります。それを、大向こうと言います。大向こうご存知ですか？あの例えば、あの歌舞伎なんかもね。花道を通って役者が出てきたら、よっ待ってましたとかさ、あの屋号を叫んだりとかするんですよ。中村屋とか成田屋とか、そういうの叫んだりするんですよね。そういうの大向こうって言うんですよ。あのね、まあ、要するに大声を、掛け声をかけて応援してくださいっていうことです。だからね、その歌舞伎でいう大向こうって実はいろいろ細かいルールがあるんですよ。あの例えば男性しか行っちゃいけないとかね、一番後ろの客席の人しか行っちゃいけないとかね、ということはもう今ここにいる時点でほとんどのお客さんがもうね、言えなくなっちゃうんです。なのでこの名古屋座ではそういう細かいルール一切無視してください。もう好きなタイミングで誰がいつ何と言っても大丈夫です。例えばここ名古屋座だから、名古屋座って言ってもらってもいいです。俺らがやってる中でかっこいいなと思ったら、かっこいいって言ってもらっても大丈夫です。何でもいいので、え、それはない、それはないかどうか見てみないと分かんないよ。なのでね、あのぜひ思ったことをそのまま叫んでいただければ結構です。あの大声を叫んで音符を言いながらおひねり投げていただければなと思います。ぜひよろしくお願いしますね。まあ、ただですね、音符を言ってくださいって大体の人が言ってくれません。皆さん恥ずかしいんです、きっと。
あのね、知らない人も多いし、ね、何か得体の知らないものなので、あのなのでちょっとオウム法を言う練習をしたいと思います。ぜひ皆さんお付き合いください。いいですか、今から声出してわーってやるからね。大丈夫、声を出すのは絶対楽しくなるから。まず一番最初はですね、大きい声は出せません。まだ11時25分ですから、そんなね大きな声出せないので、まずは段階を踏んで練習していきましょう。いいですか。じゃあまず今から声出しますからね、声出しますから、皆さん全員でやってくださいよ。やんないと俺引っ込まないからね。ぜひよろしくお願いしますよ。はい、じゃあ皆さんまず脱力して猫背になってください。下向いてうつむいたままで結構です。いいですか。下向いて低い声で、ここ名古屋座なので、名古屋座っていう音符をね、ボソッボソッとつぶやいてください。いい、いい。じゃあ猫背になって、猫背になっていきますよ。あ、せーの、名古屋座。いいですね、素晴らしい素晴らしい。まず声を出す、これが大事です。小さくてもいいです。でまず出していただいたことでもこれでステップ1クリアです。もう早速ステップ2いきましょう。今ぐらいの姿勢で、今ぐらいの大きさで大丈夫です。一番最後、名古屋座の一番最後に小さい「つ」をつけてください。小さい「つ」をつけるとどうなるかというと、名古屋「ザ」ってなるでしょ。ザってなる。それをこう言ってみるとね、自然と体が動くんです。ちょっと俺一回やってみますから、よく見ててください。いい、いい、よく見ててね。猫背になるでしょ。低い声で小さい「つ」つける。せーの、名古屋「ザ」、こうなるんですよ。本当だよ、本当だよ。すごい疑った目してんな。本当になるから、あのなりますからね、なりますからって言ったら俺が言ったらなるんだからね、ちゃんとね。みんな、みんなわざとでもいいからやるんだよ。いいですか。じゃあ一番最後小さいつけて、また猫背になりますよ。はい、猫背になって低い声、小さい声で名古屋ザ、一番最後小さいついきます。あ、せーの、名古屋ザ。いいですね、いいですね。あの辺はね、大体みんな大人だからやってくれるんだよ。大人だからやってくれる。いい、大丈夫だよ。あの やってるうちにだんだんそうなってくるから。いいですか。じゃあそのままステップ3いっちゃいましょう。皆さん右手を貸してください。右手を口の横に当てて、口の横に当てる。はい、そして右斜め上を向く。はい、いいですか。これが大事。アホの顔してください。アホの顔、アホの顔ですよ。いいですか。アホの顔、アホの顔、アホの顔。はい、アホの顔して、アホの顔。カッコつけるじゃないよ、アホの顔すんなよ、アホの顔。いいね、アホの顔。はい、はい、アホの顔して。あ、いい、いいね、いい、あ、いいよ、こっちじゃないんだ、こっちだね、こっちだね。いい。じゃあね、そのアホの顔のまんまで結構です。声のトーン1個か2個ぐらい上げて、名古屋座、一番最後小さい通忘れずに、元気よくいきますよ。せーの、名古屋座。あ、いいですね、いいですね。こんだけ声が出してくれればね、もう最高でございます。オウム法を叫びながらおひねりを投げる。さらに、飲食可能です。食べ物を食べて、飲み物を飲んで、もう好きなように楽しんでもらうのがこの名古屋座。いいですか。オウム法、おひねり、これをやるとね、この名古屋座が数倍楽しくなりますので、ぜひ皆様恥ずかしがらずに、みんなここに来た段階でですね、皆様そこそこのアホですので大丈夫ですよ。あのアホになって楽しんでいただければいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まだですね、開演まであと30分少々ございますので、返さないぞ。はい、炎上受賞展開、今日はね、ご縁地で賑わっております。何でも食べ物お持ち込みいただいて大丈夫ですので、外出していただいても大丈夫です。そんな外出していただく際にはですね、座布団の上に革でできたこれぐらいのシートチケットってのがありますね、そちらを置いて、貴重品をお持ちになってですね、お席を離れてくださいね、そちらが、座席の確保になりますので、ぜひですね、食べながら飲みながらこの炎上受賞展開も合わせてお楽しみいただければなと思います。それでは、私は名古屋歌舞伎の準備に入りますので、皆様また後ほどお会いいたしましょう。ありがとうございました。